フェンンチャンネルへようこそこのビデオではプロダクトマネージャーのワンサルサーより n u e 1 1の新機能についてご紹介させていただきますまず11.0のアップデートについて見ていきたいんですけれどもパフォーマンスに関連する部分と最新の業界スタンダードへのアップデートがあります VFX プラットフォームリファレンス2017のライブラリーに準拠した形で我々のライブラリーもアップデートしました VFX リファレンスプラットフォームというのは VFX 業界向けのソフトウェアを構築するための一連のツール、ライブラリーの業界スタンダードな共通バージョンです。リファレンスプラットフォームはソフトウェアベンダーのグループがビジュアルエフェクトソサエティテクノロジーと協力して毎年更新されているものです。 それぞれのスタジオで使っているソフトウェアのバージョンが違い互換性が取れないといったようなことを,力を抑えることと目的としています具体的にはこのリストに上がっているものがそうなんですけれども GCC や PythonPySIDE それから OpenXRAlembic や FBX などがアップデートされました。 その他ファイルの読み込みに関する SDK もアップデートされていまして ALI や REDR3D の最新版へのアップデートがあります次に日々の作業のツールについてご紹介していきたいと思うんですけれどもワークフローを効率的により早く行えるように機能改善されましたではタイムラインを開いて順番に見ていきましょう まず最初にデノイズノードのアップデデーートについてご紹介しますノノイズノードは GPU を使って作業が行えますがグリーンバックの素材キリングする前にノイズグレーンが乗っていると抜きにくいのでデノイズを使います1つ目の重要な変更点テンポラルプロセッシングの項目ですね前後のフレームの違いを使って計算することでより良い結果を得ることができます フレームブレンディングのパラメータでどのくらい効かせるかまたフレームトゥブレンドで何フレブレンドするかを設定しますここでは3フレに設定しておきますこれでフレームブレンディングを調整してみるとちょっと分かりにくいですかねビューアの方をズームして確認していきたいと思いますけれども えー、そうですねフル画面に、えー、切り替えてみましょう、えー、この状態で見てみるとデノイズノードのトグルをオンオフ切り替えてみるとこんな感じですデノイズノード内部で、えー、モーションベクター動きを解析することができるんですけれどもモーションのインプットノードが追加されていて あらかじめ計算してておくことも可能になっていますベクタージェネレーターあるいはスマーートベクターの結果を適用することができますここではあらかじめ用意しておいたモーションベクターのフッテージがありますのでこれを使っていきたいと思うんですけれどもツールセットからロードしてきてですね「ビューアーの方には「モーションパス」を表示してみます。 デノイズのモーションインプットを使用することでデノイズの作業計算を軽減することができますこれがまずデノイズノードの1点目のアップデートです次にリフトブラックという項目についてご紹介したいと思います 特に色のフッテージに対してデノイズを適用する場合スーパーブラックやスーパーホワイトが含まれていたりしますのでアーティファクトが生じてしまうケースもありますそれを防ぐためにリフトブラックというオプションが追加されました安部を持ち上げてくれる機能になりますそういったスーパーブラックを含む素材に有効ですさらにブリザーブエッジという項目も新しく追加された機能です デノイズがかかりすぎて特にエッジのディテールがなくなってしまう場合に有効なんですけれどもズームして見てみましょう髪の毛のディテールとかが分かりやすいかと思うんですけれどもブルーチャンネルに切り替えてですねプリザーブエッジをオンにするとエッジが少しシャープに維持されているのがお分かりいただけるかと思いますプリザーブエッジを オオン・オフにしししてて確認してみましょう。いいですね。もう一度デノイズノードのアップデートについて簡単にまとめますとテンポラルプロセッシングのフレームブレンディングで調整できるようになったのと、えー、モーションインプットノードの追加それからリフトブラックとブリザーブエッジの機能が新しく追加されました。 続いて、えー、ご紹介したいのは抜くを始めてまだ間もないジュニアアーティストのために学習用のツールセットを新しく搭載しましたもちろんジュニアアーティストに限らずどなたでも活用することができますツールセットの中に新しい 2D3D 用のツールセットがありますので例えば CG のビューティーパス再構築のやり方 これはまたキーイングのツールセットもありますねここではキーイングのツールセットを見てみたいと思いますのでノードグラフの方少しスペースを空けておきましょう 2D のキーイングツールセットクリエイトするとキーイングのセットアップが作成されますエッジの処理コアのキーイングの部分リテールとプレートとのミックスプレートにカラコレを加えて アルルファををコピーしして、て、プリマルチを適用してバックグラウンドとマージするというように基本的なキーイングの流れを学習するのに有益ですまたツールセーターの下の部分にどう使ったらいいか説明文もありますしサンプルファイルをダウンロードすることも可能ですエグザンプルノードを開いてもらうとダウンロードボタンがありますのでここからサンプルデータをダウンロードできます その他にもたくさんのツールセットをご用意しているんですけれどもスマートベクターを使ったグレーディングの仕方であるとか 3D のパーティクルのツールセットも全てアップデートされていますプロジェクションやリグリムーバルそれからリライティングなどのツールセットもあります続いて3つ目の新機能をご紹介したいと思いますレンダリングに関してですね 通常の作業でレンダリングには非常にたくさんの時間を費やすと思うんですけれども、レンダリング時間を待たずにもっと早く作業を進められないかということで、Nuke s t u d に搭載されている機能を Nuke の方にもっと搭載しました。フレームサーバーという機能になります。レンダーボタンを押すと、レンダー・ユージング・フレームサーバーというオプションがありますので、フレームサーバーを使ったレンダリングが実行できます。 少しフレームレンジは短くしておきましょうだいたい200フレームぐらいにしてこれで OK してレンダリングを開始しますプロパティーのアリアでバックグラウンドレンダーのパネルを開きます実行しているプロセスがこちらにありますけれども右の方、えー、見てもらうとプログレスバーがありますね バックグラウンドでレンダリングのプロセスがどれぐらい進んでいるのか、えー、確認することができますユーザーインターフェースの下の部分、えー、見ていただくとですねメモリをどれだけ使っているか CPU やディスクの使用状況確認することができますまたネットワークのファイルを使用している場合であればネットワークの使用状況なども確認することが可能です UI 下のアイコンがこういった表示になっているのはフレームサーバーがプロセス中であるということを表しています今度はログのタブを開いていますけれどもそれぞれのフレームに対してのステータスや時間などを見ることができますプロセスが終わったので UI 下のアイコンの表示が変わったのがお分かりいただけるかと思います実際にはクリップをレンダリングするためにテンポラリーファイルが作られます 複数のライトノードがある場合についても見ていきましょう複製して設定を少し変えてみますプロパティを開いて例えば EXR から JPEG にして、えー、プロキシーとして使いたいのでリフォーマットノードも追加しましょうリフォーマットノードを間に挟んでプロパティでスケールのサイズを0.5に設定します ライトノードのファイル名も変更しておきたいと思います。ルーレゾを追加しますね。頭の部分に追加して、これでレンダー。同じフレームレンジでフレームサーバーのオプションを有効にして OK。バックグラウンドレンダーのパネルを見てみると、2つ目のプロセスがあるのがわかります。レンダリング状況も確認できますし、同様に再レンダーして、 別バージョンンンのレンダリングを走らせることも可能ですもう一つお伝えしておきたいことはフリップブックに関してもフレームサーバーを使ったレンダリングがサポートしているという点です。フレームサーバーでレンダリングすることで作業を続けたままフリップブックのレンダリングがかけられます。これがフレームサーバーの機能になります。 次にレンズディストーション濃度についてのアップデートをご紹介したいと思いますすでにレンズディストーション濃度を適用しているんですけれどもまず GPU を使って計算ができるようになっていますレンズディストーションはレンズの歪みを解析してくれるツールですレンズのモデルとしては従来のクラシックタイプの他に c a v r や 3D エコライザーモデルを選択することができます フィッシュアイのレンズディストーションもサポートしていますプロパティの方でディストーションの項目を見てみると 3D エコライザーや c o l v r を選べるのがお分かりいただけるかと思いますたくさんあるレンズモデルに対応できるように非常に強力なノードにアップデートされていますちょっとデモをしてみたいと思うんですけれども今グリッドがあります 撮影したプレートと同じカメラ、同じレンズで撮影したものです1フレの静止画ではなくて複数フレームを使ってレンズの歪みを計算することができます特にフィッシュアイなのでレンズの側面も取得できるように複数フレームを用意しましたここではグリッドにレンズディストーションを適用し実際の撮影素材の方に計算したレンズディストーションをコピーしています ディストト、ーションンがかかっていないな状態で、エレメントここではテキストを追加してまた必要であればレンズディストーションノードをさらにコピーしてアウトプットリディストートに設定して元に戻すことも簡単に行えます次にスマートベクターノードのアップデートについてご紹介していきたいと思います。 これはヌーク10で搭載した新機能になるんですけれども複雑な動きやディテールを含むシーケンスに対してテクスチャーやペイントを追加することができます高精度のモーションベクターを生成することができるツールです非常に評判がよくてさまざまなタイプのクリーンアップ作業に有効ですバージョン11では2つの大きなアップデートがあります1つ目はスマートベクターの作成に関するものです まず最初にスマートベクターをライトノードにエクスポートできるようになりましたライトノードにエクスポートすることでフレームサーバーのレレンンンダダー,ームを使ったレンダリングが可能になりますこのベクターは先ほどお話したデノイズノードやベクターツールセットなどさまざまなツールで使うことができます フレームサーバーレンダーファームでスマートベクターをレンダリングすることで作業のスピードアップ効率化を図ることができます次のアップデートはすごくシンプルな機能なんですけれどもまずこのショットを見てみましょうバレリーナがジャンプしているショットですねこの筒の部分にグラフィックのエレメントをコンプしていきたいんですがロングショットですし複雑な動きをしています これまでのバージョンでの適用した結果から見てみたいと思います徐々にグラフィックのエレメントをコンプしたショットですねコンプしているグラフィック自体にもアニメーションがかかっているんですけれどもちょっと動かして見てみましょう細かいエッジの部分とかに問題がある場合でもこれまでのバージョンでは調整ができませんでした ベクターディストーションを使って歪みの動きを合わせているわけなんですがベクターディストートノードプロパティを見てみましょう新しくブラーサイズというパラメーターが追加されています新機能としては非常にシンプルなんですけれどもちょっと極端にかけてみましょうかこの辺のフレームで見てみるとわかりやすいですかねブラーサイズを適用することで デディィテーーールををキープした状態で、ストーションを加えるこれまでディテールの微調整ができなかったのでこのベクターディストーションのブラーサイズを使うことでより精度を上げることができるかと思いますこの適用した状態このショットを再生してみましょう完成形のショットがこちらです こういった複雑なコンプショートもスマートベクターのツールを活用することで何時間もかかっていた作業が効率よく行えますのでぜひ試していただければと思います日々の作業のツールに関してのアップデートは以上になります日々のワークフローがより効率的に行えるように機能改善されています 次に新しいツールについてご紹介していきたいと思います。コンポジットパイプラインにおいてコラボレーションする際の新しいアプローチ方法ですね。ヌークの中でも非常に大きな機能の一つになるかと思います。ライブグループと呼ばれる機能になります。ライブグループはアーティスト間でコラボレーションするための新しい手法です。2つの新しいノードが追加されました。 ライブグループノードとラライイイブブンププットノードライブグループノーーードドグルはコンテナになっておりライブインプットノードはライブグループ内に存在しどのコンプから来ているかということが分かります。使い方としては2つの方法が考えられますが1つ目としては複数のススクリプトトシショッでシェアするケースこれまで g i z m o やツールセットを使ったやり方を拡張した形で使えます。 もう一つのケースとしては1つのショットを複数のアーティストでコラボレーションするような場合例えば3人のアーティストで分担するケースを見てみましょう1人がバックグラウンド1人がミッドグラウンド1人がショットのフィニッシングフォアグラウンドを担当していたとして通常であればそれぞれのアーティストがそれぞれの作業を仕上げてそれを書き出し次の人に渡すというような流れになるかと思います ライブグループを使用するとそれぞれのスクリプト間でライブ接続されていますのでそれぞれのアーティストがレンダリングして書き出さなくても同時に作業を進めていくことができるようになりますそれぞれのアーティストがライブグループバージョンを作成しますので他のアーティストは仮のバージョンで同時に作業をすることができますライブグループにはカメラデータ 2D トラッキングデータカラコレデータ その他数値データもちろんメタデータも含まれます実際には大きなマスターコンプで作業しているアーティストがライブグループの中の特定の一部のパラメータだけを調整すればいいような使い方ができます実際にヌーク上で見ていきたいと思いますこのショット使っていきましょう今タイムライン上でスーパーバイザーがこのショットを各パートに担当分けします キーキングの人バックグラウンドの人フィニッシングのコンプの人クリエイトコンプでコンプショットを作成コンプショットが作成できましたのでダブルクリックでノードグラフの方を開きますタイムライン上で簡単な基本的な黒キーまではしてある状態ですね ててノードに展開されていますまずプレートから見ていきたいと思うんですけれどもグリーンスクリーンのフッテージがあって新しいデノイズノードでグレイン除去もしてます。またこちらはバックグラウンドで使う部分マットペイントや指示の組み込みといった作業があります。 フォアグランドに関するノードツリーを選択して右クリックからライブグループを選択ちょっとうまくいかなかったのでもう一度選択してライブグループ、えー、と再度選択してですねタイプしちゃいますグループのアウトプットをどのノードにするかというダイアログが表示されますのでここではブラックアウトサイドを選択これで OK すると 新たにライブグループノードが作成されました。新しくライブグループのタブも追加されて、作成したライブグループの中にアクセスすることができます。ライブグループ化すると、まずアイコンが黄色になっているのがわかります。これをパブリッシュしてみましょう。フォルダを開いて、キングのライブグループのバージョン1としてオープンします。これで OK。 今他の人にも公開しましたのでアイコンがグレーに変わったのがわかります続いてバックグラウンドの部分パートに関してもセットアップしていきたいと思いますので選択してライブグループを実行しますノードグラフの方は見やすいように整理しておきますね先ほどと同じようにパブリッシュ フォルダを開いて今度はキーングではなくてバックグラウンド BG の LG のバージョン01としてオープン、えー。OK ですね。これで各アーティスト用のライブグループが用意できましたこの状態だとまだプリコンプを作成したのと大きな違いはありません。 ここにアセットやエレメントを追加していくわけですけれどもあらかじめ用意したカメラこのショットで作成した 3D カメラのツールセットがありますのでそれをみんなでシェアできるようにセットアップしたいと思います右クリックからカメラ 3D のツールセットでこちらですねこれを読み込みましょう 表示を 3D に切り替えてみるとカメラがあってエレメントの中でカメラがどう動いているのかよく分かりますこの 3D セットを同様にライブグループ化したいと思いますグループのアウトプットはシーンノードにして OK パブリッシュする前にグループの中を見てみるとこんな感じですねライブインプットが複数あるのがお分かりいただけるかと思います 必要なインプットノードは残しておいて、ここでは、えー、特に必要ないので、す、え、べ、ー、て削除しておきます。この状態でパブリッシュしていきたいと思いますので、ノードグラフの方に戻って、パブリッシュ。フォルダを開いてですね、名前を変更します。カメラトラッカー でではなくてですねカメラデータの方にしときましょう。のバージョン01としてオープン。そして OK ですね。それぞれ3つのライブグループノードを作成しました。キーングの作業はすでに行ってありますのでバックグラウンドのライブグループの方を見ていきたいと思います。プロパティの方からオープンボタン。 これを実行すると別のヌークスクリプトが開きますこれがバックグラウンドのライブグループを別に開いたものですすべてのエレメントがありますので合成作業を始めることができますねリファレンスとしてカメラデータも欲しいので実際にはプロジェクションに使うためのカメラデータなんですけれどもそれを素早く作業する方法として ライブグループを使っていいいきたいと思いますライブグループノードを追加して先ほどライブグループ化したカメラデータをロードしていきたいと思いますフォルダーの方を開いてディレクトリをちょっと移動してですねこちらのディレクトリのカメラデータを オープンしますこれでここにカメラデータが来ました今インフォメーションが欲しいので、まあ、簡単にユーザーノブを追加してピックでカメラからトランスレートとローテート それからですねプロジェクションのフォーカルとアパーチャーのパラメータも選択して OK します選択したパラメータがすべてユーザーノブに表示されているのがわかりますこれで何か他のものにアタッチしなくても必要なパラメータにアクセスすることができます 次にキングしたフォアグラウンドとバックグラウンドを合わせていきたいと思いますので、再度ライブグループノードを追加。フォアグラウンド、キングのライブグループをロードします。こちらですね、ロードしていきましょう。イマージノードを使ってコンプします。ちょっとリロードして、 タイミングが合ってないですかねこの辺りで、えー。ライブグループを使用することで他のアーティストが作業している間であってもこのショットで必要なあグレーディングであったりマッチングやトラッキングといった作業を同時に進めることができます。ではメインのスクリプトに、えー、戻りたいと思います。スーパーバイザー もしくはショットのリードアーティストとして今考えていきたいと思うんですけれどもまずやらなければいけないことはクリップが最新バージョンになっているかどうか確認することです。Alt キープラス上向きの矢印キーでバージョンアップのショートカット Alt プラス下向きの矢印キーでバージョンダウンバージョン2が最新のようですねきれいにクリーンアップされています。 マージして残りの作業をしていきたいと思います外のフィニッシングを行っていきます、えー、ライブグループで有益な点の一つは他の人が別に作業をしていてもノード内にあるパラメータを作成することができるという点ですそれぞれのコンプに基づいてそれを管理することができます 例えば実際にアーティストがここで作業をしているわけですけれども何かエッジのぼかしが十分ではないと例えば、えー、彼女の、えー、肩の部分とか、えー、ユーザーノブにブラウのパラメーターを設定しておくことで、えー、非常に簡単にブラウの調整をすることができますちょっと極端にかけてみますが女性の顔のエッジも、えー、ぼけているのが わかるかと思いますこんな感じでバックグラウンドとコンプしながらフォアグラウンドのエッジの処理を決めていくことができますライブグループのアイコンを見てみるとえ黄色になっているのがわかりますこちらが黄色でこちらがグレーこれが何を意味しているのかということなんですけれども黄色いアイコンは 何かローカルでライブグループに変更が加えられているという状態を表します今このコンプのショットの中で2つの特定のコンプを調整していますライブグループはローカルの状態なのでその情報をコピーしてそこに置く必要があります今ここでこのショットのために微調整を行っていますけれども他で使っている場合でも他のショットに影響を与えることなく使うことができます 今回はデモなので一人のアーティストが行っているような感じになってしまってますがライブグループを使用することでシェアする方法コラボレーションのワークフローがさらに柔軟に素晴らしいものになるかと思います特に一つのコンプに対して複数のアーティストでコラボレーションする場合に非常に強力なものになります以上がライブグループの新機能でした 続いて NUCSTUDIO の新機能アップデートについてご紹介していきたいと思います多くの場合非常に大きく複雑なタイムラインを作っているかと思いますプロジェクトを管理することも複雑で困難になってきますがそういった複雑なプロジェクトタイムラインであっても再生できるような機能を追加しましたまで最初にご紹介したいのは AAF のコンフォームに対する改善点です a f ののノンリリニアのリタイムです。アビットでエクスポートしたリタイムは n e x t u d i のタイムワープにコンバートされるようになりました必要であればカーブエディターでの調整も可能です今リスト表示されているものがその他 AF に関してフィックスしたものになります次にパフォーマンスプレイバックの改善について見ていきましょう 新しく搭載したタイムラインのディスクキャッシングの機能です。このシーケンスで見ていきたいと思います。プレートがあって、コンプがあって、VFX、グレーディングといった作業がマルチトラックとしてあります。最初の方の数カットに関しては、キャッシュをしなくても問題なくリアルタイムで再生できるんですが、4カット目ですね。えー、ここでは4つのプレートをコンプして、さらにソフトエフェクトもかかっている状態です。 実際、ラップトップで走らせるにはちょっと重たいカットになりますですので再生してみるとリアルタイムでは再生できていないのがお分かりいただけるかと思いますこういったところにディスクキャッシュの機能を適用することができます GPU を介して EXR のシーケンスとしてファイルにレンダリングされます これらをすべてレンダリングして一つのシーケンスとしてレンダリングしますディスクキャッシュを取る方法なんですけれどもいくつか方法があって一つ目はタイムラインの左上のアイコンからシーケンス全体に対してキャッシュを取るキャッシュやクリアするあるいはキャッシングの設定を開くことができます二つ目の方法は右クリックでディスクキャッシュの項目からシーケンスのレンジで または選択したショットに対してもしくはインアウトでキャッシュを取ることができるんですけれどもここではセレクティッドでキャッシュを取りますキャッシュするとアイコンはダークグレーからライトグレーに変わりそしてタイムスライダーはキャッシュが取れている部分がオレンジのラインに変わります白いバーがラムキャッシュ オレンジのバーがディスクキャッシュを表しています。リアルタイムに再生するために高速なディスクに EXR ファイルとしてレンダリングしているということですマシンパワーが足りなかったり十分でなかったりしたとしてもディスクキャッシュを取ることで再生をスムーズにすることができます特に大きなプロジェクトでより複雑なタイムラインに有効です デビューセッションなどですべてフッテージをローカライズしたくない場合例えばタイムライン上にハンドルが残っていて非常に長いクリップがあるような場合にすべてローカライズしてしまうとマシン容量を送ってしまう、えー、そういった時にはディスクキャッシュを活用していただければいいかと思います、えー、再度キャッシュを取ったところを再生してみますけれども リアルタイムで再生できているのがお分かりいただけるかと思いますヌーク11の新機能については以上になります最後にもう一度まとめてみましょうまず VFX プラットフォームの2017のライブラリーのアップデート OS に関しては最新の o s w i n d o w s 1 0 m a c o s 1 0 s i e r r a s a n t o s 7 それから新規のライブグループバックグラウンドレンダリングはヌークスタジオのフレームサーバーの機能を Nuke にも搭載しましたジュニアアーティストから中級レベル向けに様々なテクニックを学習するため新しくツールセットも搭載されましたそしてデノイズノードのアップデート AMD GPU のサポートアリローと えー、r e d r 3 d の SDK のアップデートがありますまた NUKEX に関してはレンズディストーションのアップデートとスマートベクターツールセットの機能改善があります最後に NUKE スタジオに関してですね複雑なタイムラインに対してのディスクキャッシュの機能の搭載 AF コンフォームでノンリニアリタイムのサポート HP のサーティファイルプラットフォームも我々ファンドリーの方でテストを行いました。以上がヌーク11のアップデートになります。ファンドリーチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。